今回紹介するのは「平穏死を受け入れるレッスン」という本です安らかな大往生を妨げていたのは家族の「情」だったいつまでも生きてほしいけれど楽に生かせたい家族のジレンマにベテラン医師が答える人が老いて死にゆく時最後に家族ができることとは自然な最後というのは もう食べななくくてていいいいののでです。す。飲まなくていいのです痛みも苦しみもありません。ただ眠って、眠って、命の終焉を迎えますと著者は特、く東京・世田谷の特別養護老人ホーム、ロカホームの常勤医として10年200名以上をみとった。 できてきモルヒネなどの医療用麻薬を1回も使っていないというその深い経験に裏打ちされた安らかに命を閉じるための心得臭とりわけ胸に響いたのは老衰になっている身体は苦痛を感じにくくなっている死を迎える人は命を終えようとしているのだから食べないのだ食べないから死ぬのではない老いとは 安ららかかにいくためのの自然からのギフトである医学は病気を治し命を救うための科学老いや死には通用しませんどうせいつかは死ぬのですからそれまでどう楽しく生きるか耳が遠くなったら聞きたくないことを聞かないで済みますし歯がなくなったら食べすぎなくなりますそれもこれもどんどん身軽になって枯れるための準備だと思えばいいのです 自然に枯れていくというのが一番理想的な最後の向かい方なのですから以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします